まさか広島で重野先生の原稿が見られるとは。 Ladies and gentlemen, welcome to Neko Niwa Channel。 皆様こんにちは、Neko Niwa Channelの赤瀬です。私はカレンダー通りの出勤なので、まだゴールデンウィークには入ってません。今日は福屋広島駅前店さんにやってきました。目的はこちら、画業40周年重野秀一先生の原画展です。広島会場は4月27日から5月9日まで開催しています。入り口に重野先生からのメッセージが。気になる方はぜひ会場まで足をお運びください。漫画家を40年も続けられること、なかなか大変なことだと思うんですけれども、この年表が若干おかしくてですね、どんな年表やねん。今回の原画展では人気作バリバリ伝説、イニシャル D、 そして現在連載中の MF ゴーストの原画を見ることができました。 MF ゴーストは今年アニメが放送されます。撮影できるのはここまで。白黒原稿もカラー原画も最高でした。生原稿すごすぎる。ぜひ会場へ。バイト中のたこみくんと写真が撮れるフォトスポットもご用意されています。帽子を86に乗せてるの可愛すぎる。私は原作から入った方なので、エッソの匠くん派です。で、これまたこのパネルがすごく綺麗に印刷されてるんですよ。関東カラーやコミックスの表紙用にスキャンした分だとこんなに綺麗に出ないと思うので、おそらくこのパネル用にもう一度スキャンし直した感じだと思います。めちゃくちゃ綺麗でした。赤段これ斜めやんけ。写真も斜めからのしか撮れてなかった。みんなは正面から撮ってもらってね。はい、というわけで重野秀一先生の原画展に行ってきました。で、その中にもね、ロードスターの原画もありましたよ。あの名シーンのイニシャル D、 ご覧になった方はご存知かなと思うんですけど、あのクラッシュじゃないっていう、ロードスターで横転っていうシーンがあるんですけれども、なんか私あの最近までその記憶があの書き換えられてて3回転ぐらいしてたかなって思ってたんですけど、あのアニメこの前見たら普通に1回転でしたなんかすごいもうあのシーンの印象が強すぎて、私の中ではもうこうガーンときてからガシャンガシャンガシャンって3回ぐらい回ってるイメージ、あの記憶してました。全然違った。この17巻の名シーンです。いくらなんでも車にお金つぎ込みすぎよ。トールのロードスター、お金かければかけるほど変になってくじゃない。これ耳が痛い人とかいませんでした乗り心地は悪くなるし、うるさくて CD 聞こえないし、見た目だって前よりなんだかボロっちいこれね、名シーンですよね。ロードスター的名シーンなんですけど、あの実際これ今あの最近いろんな車見てきて、トールのロードスター見てみたら、外見はかずみちゃんじゃない、これか違った、これなおちゃんだ。なおちゃんが言うほど見た目変ではないような気がするんですけど、で昨日旦那に言ったら中身が多分って言ってました多分この辺とかね、この辺とかが、ね、違うんだと思うけど、しに来たんですけど、今回は、原画展の中は撮影禁止だったので、今回はリアルの開封動画をちょっと入れていきたいと思います。で、
お土産その1。でんでん、画面が全部埋まってしまう。これはですね、車のルームミラー。さっき開けてみたらね、まずいことにね、開けたら部屋が映ると。ちょっとあの多分あの画像を入れると思うんですけど、こんな感じで、車のルームミラーです。で、旦那はルームミラーだけだったんですけど、私はまあ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 買っちゃった。てんてんてん。女子はねマスキングテープ好きなんですよ。イニシャル D マスキングテープ、これはですねこんな感じで、ちょっと後で広げた動画じゃない広げた画像を載せますね。イニシャル D のマスキングテープ、ちょっとレアだったんで買ってしまいました。イニシャル D 好きの人に手紙書くときに貼りますね。バリバリ伝説とイニシャル D もらいました。またねちょっとね、あと2人遅かったら高橋兄弟とまこちゃんのポストカードだったかもしれないっぽくって、しまった、ちょっと惜しかったのは持ってるんですけど、高橋涼介のポストカードを買いました。私は高橋涼介推しです。ただ車としては FD が好きです。私の中の勝手なイメージなんですけど、もともと車好きの人は FC の方が好きで、漫画好きの人は FD の方が好きの人が多いなと勝手に思っています。それでこれちょっとね、今回これ1個しか買わなかったんですけど、原画展限定のトレーディングアクリルスタンド、1個が高いんですよ、990円。ちょっとね開封していきたいと思っております。私の目当てはこのイラスト、このイラストの複製原画、カラー原画の額装されたものも今回販売されていたんですけど、ちょっと急にゴールデンウィークに大きな予定が入ってしまって、こちらにちょっとお金を使うことになったので、今回はちょっと複製原画を我慢しなければいけないということになりました。このイラストのこの単行本の休刊が出た時に紹介版あたりの読者プレゼントでここに帯がついてて、でこのイラストをジグソーパズルにしてプレゼントっていう企画があったんですよ。このイラストめっちゃ好きで、私昔から好きなんですけど、ほんと全48巻の中でこのイラストが一番好き。でこのジグソーパズルプレゼントにも応募したんですけど当たらなくって、最近ここ 1,2 年でツイッターでこんなのが出てきたってアップしてる人が、持っている人がフォローしてる人の中にいて、うわめっちゃ欲しかったんですって言って懐かしいというか羨ましいことがありました。このトレーディングアクリルスタンドの中にこのイラストのものがあるんですけど、何種類、全8種類でもう当たる気がしない。そして1000円なのでもう3個とか4個とか買えないので、1個だけ買ってみました。開封してみます。あー当たる気しねーいきます。初めて開けます。開けたらちょっとこんな跡がつくんですね。見えるかな、開けたらこういう跡がつく。まだ開けてない。当たれ、うわー来い。
来た、当たった、おこれ来た、やった来ました。もうなんて言ったらいいかわからない、もう一番好きな絵のアクリルスタンドが来ました。もうこれ早速組み立てて、イニシャル D はさっきも言った通り小学校5年生6年生ぐらいの時に読み始めたので、車を運転する世界っていうのはね、私はまだその時は運転できなかったので新鮮に映ったのと、あとね、夏希ちゃんの存在ですよね。夏希ちゃんのこうギャルギャルしくないのにあんな感じっていうのがね、ちょっと非常にエッチな感じに映ってドキドキな漫画だったんですよね当時は、こういうアクリルスタンドがあります。で、缶バッジとかキャンバスとか売ってました。あと売ってたらよかったのになって思うのは、最近出たガチャガチャのメタルキーホルダーとか置いてたら、もう多分あそこに行く人みんなめっちゃ回すんじゃないかなと思うんですけど、そうなんですよ。このイラストも原画の方をやっぱり売らなきゃいけないということで、このイラストのグッズはもうこれしかなくって、もう当たるかどうかわからなかったので、もうヒヤヒヤでしたが、グッズは取った、よかった。アクリルスタンド実はこれと別物、ガチャガチャの方なんですけど、こっちは原画店のお土産じゃないですね。これは実はこのガチャガチャも回していて、定期的に第1弾のものはFD 出るまで回すぞって頑張った結果、ラブリーが本当にこの動画ダブったんだ、86のお尻がダブったんだ、ガチャガチャでこれ400円だったかな、500円だったかな、ちょっと忘れてしまった、300円ではなかったと思う。このシルエティの分だけまこちゃんとさゆきちゃんが写ってて可愛いんだよね。でこれ気に入ってます。結構イニシャル D の漫画の中でも走ってる場面で人の顔隠れないんですよね、車のアシスタントさんが描くのかな、なんかそのあたりもちょっと知りたいかなと思うんですけど、清水先生も描かれるのか。で第1弾は 1,2,3,4,5,6 これ6種類コンプしちゃったんですよ。 FD が出るまでやるって思ったら7回回して、これがダブったなんですけど、ちょっと第2弾の方はもう予算がなかったのでロードスターをすいませんメルカリしました。もう出ないと思ったんで、欲しいものは出ないなので、トールのロードスターを買いましたなのでこのたくみくんはこのアクリルスタンド、ちょっと今どうやって飾ろうかなと思ってたんで開封してなかったんですけど、これを機に開封して並べて飾ろうかなと思ってます。じゃあ以上、買ったものレポでした。光の屈折でまさかのたくみくんの方がこけて見える。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします